こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。前回はスポットパートでね、アルコールとかドラッグとか、タバコでラリッタ連中のランゴーパーリーを見たわけですが、今回は E3 パートということで、前回はクマの形に折られた折り紙の試練をクリアして、今回は蝶々の形に折られたね、試練をクリアしていくわけなんですが、蝶ともうね、変電所がどうつながるのかとか、前回の、ね、高速道路5キロ逆走とクマがどうつながるのかっていうの全然紐つかなかったけどね、もうせいぜいバタフリとピカチュウのコラボの第一瞬くらいしか思い浮かばないところなんですが、さて Now where am I supposed to go? There must be a clue or something. 蝶々系だから蝶々の Yorigami figure was in the form of a butterfly. ここなんか関係ないのか。So, am I looking for a butterfly? これ蝶々っぽいね。What the hell am I supposed to do here? This is the old Pico power station. I thought it was abandoned. It might be a trap. I'd better be careful. ここも出てこないし、ショーンを救うためにこれ蝶々関係ないけど、なんかどっか迂回して入れるような場所があるのかな。あ、蝶々あるね。あ、蝶々があった。これかんじゃん。あ、なんか登れるっぽいね。9。あ、ここから登っていくんだ。なるほどね。で、右クリックからの登れた。なるほどなるほど。じゃあスニーキングミッション開始。滑らないよ。はい、丁寧に丁寧に降りて、はい、そうそう、集中して、意識整えて、はい、集中していきますよ。はい、で、工場。There's got to be a way into the building. どこかにビルの入り口があるはずだ。工場っていう選択肢とどうあれだったんだろうな。これは関係なさげかな。ただのレンガブロックだね。脱出するときもあれだね。じゃあここの正面はもうガッチガチやどっていうとこなんで、無理っぽいね、うん。どっか登れる場所はないかな。正面突破。この、こっから入るっていう。しかも、こんなありきたりなところから入れるのかな。あ、まず覗いてみようか。誰かがこうね、着替えてるかもしれないからね。入る、ああ、入る前。何?そうそう、めっちゃ警戒するやん。突然手がバーン、へへへへっていうオチだったかもしれない。めっちゃビリビリしてるやん。あんな雨が降ってる時ってあんなビリビリするもんなのかね。開かない。じゃあもうあれだよね、窓は。ってことはどこさ行ったらいいのかな。 Might be able to find an entrance by going around the building. The main entrance is blocked up. There must be another entrance somewhere. 入り口があるはずだ。なんかすごいなんかおどろどろしたか粘土って感じがするよね。 Keep gates locked at all times、うん、ああでも通れんじゃん。いいのか。痛い痛い痛い。有刺鉄線は痛い。グイッ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 。でどうしたらいい。ああまだある。もう一個先か。じゃあここもくぐっていきましょう。反応してね。ちょ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 、間違えた間違えた。グイッ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 。オッケー、くぐって。オッケー。そこ切っただけでそんな一瞬で真っ赤になる。なんという切れ味。さあ本日この紹介するのはこちらの有刺鉄線。皆さんこちらをね、なんと Electrical condensers. Going by the sound of them, they're still active. 動いているんです。一瞬もうゲームが止まったのかと思って私ドキドキしておりましたが、なんとか次に進むことができております。もうすでにここで10回以上やり直しておりますので、イライラがピークを達しておりますが、皆さんにはそれが伝わらないように、なんとか頑張っております。褒めたたいてください。拍手喝采。いいねボタンを押しましょう。A butterfly on the door. That's where I need to get to. ここに行かないと。ここは開いてるんかーい。
ね、まあ、犯人はだってね、え、てか今蝶々挟まってなかったね、これははしごじゃない、うわーうわー、なんかメイクアチョイスとか言ってきそう、ザ・ゲンビギンスとか言ってきそう、とりあえず回る回れ回れメリーゴーラウンド、地を迷わないよ、すいません、歌詞が合ってるかどうかわからない久保田俊信さんだけっていうことだけはわかります。では開けましょう、グイッて引っ張った瞬間になんかいろいろ出てきたりして、マッチマッチです、これであれか、なるほど、明かりをつけながら奥を照らしていくと、カシュで、いやそれじゃあ見えんやてか、別にそんな明るさ変わらんじゃろね、じゃあ行くか、覗いてからのくぐっていきます、でこれをでやっていく、うっそ誰が閉めたのよ、後ろから火がボーッとかってついてくるじゃないの、実はあれ油だったとか、そして誰が撮影してんの今の、後ろからあれじゃない、 T800 が迫ってきて最終的にプレス機で潰すっていうやつじゃないの、折り紙殺人鬼何がしたいの、なんでこんな、うわ UC 鉄線じゃねこれ目の前の、うわで違う違うガラスか、ウィー、これは何、紐いろいろくっつけられてんの、グラス broken glass sharp as a razor impossible to go back もう戻れない、 I'm gonna have to crawl through slowly so I don't tear up my arms、 腕を傷つけないにゆっくり進むぞ、ゆっくりゆっくりこれこえバーマーのハイペースだけど大丈夫、あの ワンタッチずついってるんだけど、ワンタッチワンタッチ、いやあ耐える、耐える、 Keep it together Ethan come on 頑張れ頑張れ頑張れ、てかめっちゃ刺さってんじゃん、うお右左蝶々があるから、じゃあやっぱり右かな、マッチにも数限りがあるんでね気をつけましょう、カシュ The match flame it indicates where the fresh air comes fromAll I have to do is follow the wind. ってことは、どっち？いや、どっちだったのよ。ほい。空気をたどればいいのさ。なるほどね。だから空気が来ている方に行く。じゃあ、蝶々はなじゃん。痛そう。あ、なるほど。あまりにも早く過ぎると今みたいに死んじゃうぜマークが出てくるから、ちょっと待って、なんか今あったよね、ちょちょちょ、何してんの何してんの、なんでそんな自ら過酷なことをしてるの、ほいほいほい、くるくるくるっと、すごいな、こんなところで反転してるんだもんな、反転の仕方も下手くそかったよ、で、カシュッ、これを見て、バックこっち来てるの、これこれそのまま持ってたら火傷しちゃうのかな、A dead end. I'm gonna die in here if I don't find the way out soon. あれ違ったの、空気が来てる方からじゃないの、いやちょっと待って、何してんの何してんの、まっすぐ進んでよ、そう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 、これもし下押してないとダメ、まさかのそういう落ちだった、でこれまたあの急ぎすぎて、ゆっくり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 、ああじゃあやっぱ最初の蝶で当てたんだね、しまったね、ゆっくりゆっくりゆっくり、いやもうまるでなんか装置みたいな感じだね、あのあれ注射器だけどね、風の流れが行っている方に行かなきゃいけないってことね、オッケーオッケー、これ全部マッチの制限とかあるのかな、歌手さあどっち、ちょっと今度左だね、オッケー、左に上がるな、進むよ、 OK、 あー痛い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 、はいはいはい、気をつけて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 、そうそう、このペースなら OK、 このペースなら OK、 このペースなら OK、 いやーでも実際こんな、なんかね、もうなんでこんな手の込んだことしてるのよって、本当にさ、前回スコット・パートでさ、折り紙殺人鬼のウォルダーズみたいなのが出てきて、本当にラリーってさ、なんかくっそつまんない場に見ながらさ、なんかニコ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 笑ってたやついたじゃん、あれ
事実なのかな、なんかどっかの建設会社の社長のドラ息子だかなんだかわかんないけど、そんな感じらしたよね。みんな事実なのかな、本当に折り紙殺人鬼、あんななんかもう中には多分こんな狡猾なことできないと思うからね、きっと気のせいでございますっていうところだと思うんだけど、でなんか序盤のパートの方でさ、で俺が犯人だって言ったのがなんかさ、あの妄想の世界で言ってたけど、実際は違うんだよね、これもね、と思うけどね。だって自分が犯人だったら、ね、こんなことをしてるわけないもんね。あちゃ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 あ。さてさてさて、じゃあここまで来ました。じゃあはい、マッチ。なかなかあれだね、捉えどころのない。そりゃそうだな、これ左行ったらまた戻るんかいみたいな、こう構想を言ってる感じだもん。そろそろ、あ、出口見えてきた。出口見えてきた。出口っぽい。よし、行け行け行け。あ、やばいやばい、これ万が一だけど、万が一だけど死んだらどうなる。ただ、まあ、一時期動けなくなるだけ、それとも本当に死んでもいいさ、パート終了、ショーも残念でしたって気持ちになっちゃうとか、そういうこと。よし、いける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 、シュシュシュして、ここは体変わるときだよ、ここで人生変えろ、ここで人生変えよ。痛そう、どんだけ刺さってる、結構高いし、しかも下も、そういう落ち方しちゃう？うわぁ、膝ボロボロじゃん。大丈夫か？大丈夫ではないよね。よくズタズタだもんね。うわぁ、で、しかもさらにここ滑っていくっていう落ち？出口か。Don't even know where it leads. どこについてるか分からない。Could lead to hell for a while. 地獄かもな。そうだね、降りていくな。Stupid fucking pipe. パイプだ。And Sean is gonna die because of me. Keep it together, Ethan. Come on. Whatever. I don't really have a choice. There's no other way out. I will not give up. I'm in this all the way to the bitter end if it saves my son. To jump or not to jump.どこまででもやってやるからね。よっしゃ、じゃあ戻っていこう。選択の余地はないってこと。I guess I don't really have any choice. これこそさ、マッチスってさ、あのやるべきところなんじゃないかなと思うけどね。気のせいかな。まあでも一回滑り落ちてたらもう行くしかないもんね。じゃあ地獄のウォータースライダー行ってきます。すげえゆっくり行くけど大丈夫？ああ、離せってことか。左、右、ガーッと。おかった兄さんは細身で、年齢の割にはまあまあいい体型してるんで。ガーッと。うっ、やばい。ガーッと。おっ、え、危な。もうちょっとでこれビリ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 いくところだったよね。キュー。おっ、な。これ以上の勢いが良かったとしたら、もう完全に行っちゃってたってやつだね。危ねえ。さてさて。こっから、あれに触れたら絶対にアウトだね。これに触れたらアウト。なんか、電撃ビリビリ棒とかなんかあったよね。これができたら100万円。これができたらショーンと会える。うわー。触れたら一瞬でアウト。でもあそこの蝶にたどり着かなきゃいけない。だから、これの線と線が切れているとこ、降りるの？マジか。気をつけてね、一瞬でも触れたらアウトだよ。一瞬でも触れたらもうあれだよ。10万ボルトだよ。コワードってやつ、あれか。とどまる。I didn't come this far to give up now. I've gotta go all the way if I wanna save Sean. A butterfly. There's a butterfly over there. That's where I should go. A field of electric condensers. I've gotta go through them to reach that butterfly. I better leave while I'm still alive. I'm not gonna save Sean by dying here. I must have lost a lot of blood. I can hardly stand up. Better have a good look at each one of those condensers.If I choose the right route, I'll have a better chance of coming through this in one piece. A field of electric condensers. Looks like the last trial before reaching the butterfly. あ、なるほどね。これはいける。そういうことか。コンデンサーよく見ろって、そういうことか。
これタイミング悪かったらさ、なんかあの急に電気が走り始めるとか、そういう恐ろしいオチはない。とりあえず触れないで通り抜けることには越したことないけど、でも触れなかったとしても電気の走った瞬間でピリッとかいったら終わりそうだけど、まあでもとりあえず集中して呼吸を整えてやっていきましょう。さて続いては、うわすげえ見づらいな、こっちやな、こっち、そうだね、これはいけそうだね、 OK。 今普通にボタンミスっただけだったけど、よかったよかった。これ今電撃走ってる、もしかして走ってるっぽいね。あ、やべ、ここで回復できない。これはミスったか、正面だったか。ちょっと待って、どれがどうなってるのかっていうのはすごい見づらいんだけど、でもこれ左は行ってるよね。ルート、 The spaces are different. Some condensers look easier to pass than others. These condensers are alive. If I so much as touch them, I've had it. Got to concentrate. The slightest wrong move and I'll get an electric shock. これはそもそも入るコンデンサー間違えた。でもこれいける？ボタンをミスらなければいけるか。ちょっと待って、これ L じゃない？この待って、わからん。今のは何？エンターか？シフトのこと？今の、今のはなんだ？で、Q をして何？エンター？違うね、シフトか。あ、シフトだ、これ L って文字ないじゃん、全然。さらにこれ以上ボタンが出てきたら終わるんだけど、大丈夫？あ、なるほど、通りやすいコンデンサーと、あ、なんかビリビリしてるかどうか関係なくて触れないようにいくっていうことが肝心っちゅうことだね。じゃあこれは関係ないよね。OK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 。 ちょっとでもミスったらだね、さっきからもうなんかすごいブー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 してるけどね。 E さんが死ぬっていう結末もありえそうなので、皆さん心して見といてください。今プレイしてる私が一番ドキドキしてる。ところでさっきのドアを抜けていったら一体どうなっていたんでしょうか。これでも右も左、いやー全部ビリビリって言ってんな。あ、でも正面突破行く？あ、でも正面行ったらあれだね、あ、でも正面、ちょっと無理じゃね？無理だな、こっちだ。ここを下くぐろう、一番下をくぐる。あ、これは楽そうだね。WWW ここに来て、これは連打だ。なんかの心臓バックンバックンバックン。なんで？怖い。連打が足りなかった、まさかの。ちょっと待って、こっちでくぐり抜けきるまでずっと連打してなかったっていう、こっちか。どういうことだよ。ほらで、ここまずビリビリしてないくない？ビリビリしてなくない？あ、オッケー、いけたね。じゃあ続いて正面突破いきましょうか。これもくぐり抜ける。うわ、すごい見づらい場所だったな。地面を、うわ、出た。シフト。で、多分だけど、だよね。触れてない。ケーブルには触れてないけど、なんかあの、イモムシみたいなのにこんな触れてる。はい、OK。じゃあ、あ、これ、結局全部電気通ってるから、意味ないんだ。どういうルートたどろうが。だったら正面突破した方が早かったかもしれないね。OK、でもこれでいけるっしょ。ほい。あ、これすごい楽。
あ、これは、おー、かっこいい。最後の最後で急にアクロバット。で、蝶々のところたどり着きました。で、あー、出た。なんだろうな、これ。今度はどういう映像なんだろう。今がだって 5.7mm、じゃあ 5.7cm って言ったからね。あと実質 9cm くらいだ。プレイ。もう首、え、じゃ、いや、ギリ肩出てるな。胸元まで来てるっていうところか。でも、これがだから、52RET。52RET。あ、なんとかストリートとかかな？の略になってきてるのか。大丈夫？まずここまでたどり着いたはいいけど、こっからどうやって、ってか、あれが一個一個埋まっていくんだとしたら、試練の数、やばいほど多いんじゃないの？これ。E さん？どこ行ってどうやって脱出すんの？そこが出口だって分かっていってるの？大丈夫？上からなんか瓦礫がガチャ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 って落ちてきたりとかしない？平気？一人で帰れる？明るくなったね。多分ここで終わりかな？じゃあ次回パートでまたお会いしましょう。いやー、心臓に悪い回でしたね。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。